んかいろいろよぎるんですよ。仕事が、楽しければ楽しいほど辛かった。特に発表するまではなんかどんな顔してライブとかしたらいいかわからんかったし、不安やったよね。なんかねコメントではキングオブプリンス守っていきたいとは言ってたけども、そもそもさ大好きだった6人だった頃のグループも元気のこともさそうだし、今回脱退してくジン、キッサン、ショウのことも言ったら守れんかったわけで、何が守ってくやねんとかさ、元気がいて、まあ、ショウがいてジンがいてキッサンがいるキングドプリンスが、まあ、ファンの人もそうやけど好きやったからね、来年5周年を迎えるけど、まあ、5、6、7、8、9、10年ずっとくだらんことをして笑って、そういう姿をみんなに見てもらって、いつまで経ってもバカだなとかガキだなとか思われながらこのまま活動していくやろうなと思ってたから、二人でやることに意味をあるのかなっていうところもあったけど、二人がキングアンドプリンス残してよかったなというか、その判断が間違ってたと思う。俺ら思いたくないし、そのやっぱどうしてもこういうことがあるとさ、所詮はやっぱアイドルとファンっていう関係で私たちの気持ちなんてやっぱ届かないんだみたいな思う方もおるかもしらんけど、少なくともだから皆さんのそういう気持ちを感じたから俺とカイトは残る決断をしたわけで、だからたかがファンじゃなくて、その皆さんが思ってたかもしれない、たかがファンっていう存在が俺らにとってはアイドルっていう活動を続ける意味になったってことを知っててほしいなって思います。なんか3人まあそういう決断をしたけど、その裏で頑張ろう踏ん張ろうと思ってる2人おるっていうことも気づいてもらえたらなって思いますね。